い、それではハロウィングッズ見ていきたいと思います。
でハロウィングッズ大体終わりましたので、これからですねコメントの調査こちらをやっていきたいと思います。まずこちらスタバの瓶ズヤシリーズ穴行きバージョン、こちらが10月末までありますかっていうのを調査していきたいと思います。さあまずこちら今現在まだありますよというところで、コメントの依頼は10月末なんですけども、一応12月末までありますかって聞いたら多分ということで、おそらくね10月末もあるかなと思います。そしてこのビーンズ屋シリーズですね、香港のスタバにも香港バージョンありますんで、よかったらそちらもですね合わせて見ていただけたらと思います。それでは続いてのコメント、 iPhone15 のケースプロしかないんですか、こちらをですね調査していきたいと思います。どうなんやろ、そもそも iPhone ケース自体が難易度高い気がする。あれここら辺あった気がしたけどな。あった iPhone15 はプロと15プラスとプロマックスもあるね。$289で、プロが一緒やん、$289。一応プロもプロマックスもありますよというところですね。これプロね、プラス、プロ、あ、半額だ。あ、でもプロが多めなんやね、一応ね。はい、ということで続いてのコメント、これが最後ですね、最後のコメントいきたいと思います。こちら、フローズのロンティーはいくらだったでしょうか、こちらをですね検証していきたいと思います。さあフローズンコーナーに着きましたよと。ロンティーとかあったんかな。まあ いやとりあえずフローズンコーナーのグッズショップに行って、そこになかったらないだろうということでちょっと向かっていきましょう。あ、これぐらいの人数がちょうどいいね。で、この少なすぎず多すぎずまっすぐ歩ける感じ。そう今午前中だからねちょうどいいんだよね。さああちらのグッズショップ覗いていきたいと思います。そんなこと言うの、このエバーアフターが待ち時間10分になってる。これ10分待ち時間っていうか、たどり着くまでに10分やからね。さあ行こう。 T シャツがあるんやけどな、もう T シャツやもんね、ロン T じゃないもんね。え、これのことかな。え、これのこれセーターやもんな。一応見とこうか。469セーターですけど、こっちはロンティーになるんかな。多分思ってたんとは違うかもしれんけど、569が一番ロンティーかな。香港オリジナルっぽいね、ワールドプロスの書いてある。はい、ということで調査結果なんですけども、多分ないです。多分セーターとトレーナーがあったんですけど、ロンティーはちょっと見なかったですね。これから入ってくるかもしれないんですけども、今現状ないということでお伝えさせていただきたいと思います。